皆様ようこそおいでくださいました、本日はアンサンブルとユーカリコーラスの最後のコンサートです、私の日本国のためにこの2つのコーラスグループは、今月3月で解散となります、コツコツ練習してきた私たちの歌を最後にもう一度皆様に見ていただきたいと思い、今回のコンサートを計画しました、どうぞ私たちの演奏をお楽しみください。はじめはアンサンブルエコーの演奏です。事故で体が不自由にもかかわらず口で筆を加えて絵や詩を描く星野富子さんがいらっしゃるんですけども、その方の詩に赤根さんが作曲しました、今日もという合唱曲なんですけども、その5曲を書きました。いつだったか秋の紫陽花、喜びが詰まったよりも一時の気持ちだ、そして今日も thank you.
バーという私のお父さんというアニメも有名な聞かれるアニメです。これはラオレッタがお父さんに結婚を許してくださいとお願いする歌です。でも今もそうです。そうですよね。お父さんにお願いするときにただお願いするのじゃなくて結構脅迫します。ラオレッタももう許してくれなかったら本当に勉強に行って顔に書き込まよって言って脅したことがする歌です。